エカテリニティス・エラザスケザニアスは、ギリシャ王コンスタンティノス一世とその日、ソフィアティス・プロシアスの三女、第六子。兄に、ゲオルギオス二世、アレクサンドロス一世、パウロス一世、姉に、ルーマニア王カロル二世のヒエレに、クロアチア王トミスラブ二世のヒエリニがいる。エカテリニは王大使だったコンスタンティノス夫妻の末娘として、アテネの王宮で生まれた。生まれて、数週間後、 祖父のゲオルギオス一世がテッサロニキで暗殺され、父、コンスタンティノスが国王に即位した。エカテリニの洗礼時、ギリシャ陸軍及びギリシャ海軍に所属する者全員が王女の名付け親となった。父が1917年に敗位され、時系アレクサンドロス一世が王位につくと、幼いエカテリニは両親に連れられてスイスに亡命した。父王は、 アレクサンドロス一世が1920年に死ぬと、つかの間福井したが、1922年に再び敗位され、今度はシチリアに亡命した。不王は、翌1923年にパレルモで隠しした。王家はフィレンツェのビラスパルタに引っ越し、ここでエカテリには絵を描くようになった。父が二度目に敗位された後、ゲオルギオス二世が短期間大いについたが、 1924年には、退溶けられた。エカテリニは、イングランドの寄宿学校で教育された。エカテリニの、母ソフィア王妃は1932年に亡くなったが、エカテリニはその後も、ジシーリーニと一緒に、ビラスパルタに住み続けた。1934年に、獣子のマリナが、イギリス王ジョージ5世の4男ケントコージョージと結婚したとき、エカテリニは、 ヨーク皇女エリザベスと一緒にブライズメイドを務めた。1935年に、長兄ゲオルギオス2世が福井すると、エカテリニ・モアネイリニと共に、ギリシャに帰国した。1939年に、第二次世界大戦が起きると、エカテリニは、ギリシャ赤十字に参加した。1941年、彼女はサン・アニ・ーパウロスと一緒に、南アフリカに赴き、ケープタウンで、 従軍看護婦として働いた。エカテリニは1946年にエジプトからイングランドに向かう蒸気船、アスカニア号に乗って、再びイギリスに移住したが、この戦場でイギリス砲兵部隊の将校リチャード・ブランド・ラーム・少佐と出会った。二人はイングランドに到着して三週間後に婚約し、1947年4月21日にアテネ王宮で、 結婚式を挙げた。長兄ゲオルギオス2世は、エカテリニの結婚式直前に亡くなったため、その後を継いでいたサン・アニ・パウロス1世が結婚の、ナコードを務めた。エカテリニは、夫の不認知であったバグダードに住んだが、夫妻は後に、イングランドに帰国した。エカテリニは、イギリスでは、レディ・キャサリン・ブランドラムと名乗ることを許され、 イギリス王ジョージ六世は彼女を宮中席時において公爵励状として偶した。ただしこうした称号、待偶はイギリス国内のみで通用するもので、彼女はイギリス国外ではギリシャ王女及びデンマーク王女として扱われた。夫妻は一人息子ポールを設けた。エッカテリニは2007年にロンドンで亡くなった。ありがとうございます。